チャンネル登録者数が2000人を突破しました。やったー、皆さんのおかげです。ありがとうございます。ということで今回は白黒チャンネルのいろはちゃんとチュニーちゃんの浴衣を着てたのでね、貸して貸してって言って、今年初の浴衣で2000人のお祝いしようと思って浴衣で、撮影してます。ということで今回は浴衣姿で、メビウスファイナルファンタジーをやっていこうと思います。みんなね、夏祭りとかもね浴衣行ったんかな。結構ね花火大会とかもあるみたいで、7月の最後の週と8月の最初の週かな、ちょうどお祭りいっぱいだからみんな行っとるのかな。今年初浴衣、全然まだ夏を満喫していなかったです。でね、今回は、新しくギフトボックスを買いましたんで、大召喚したいなと思います。なんとね、新しい召喚が来てます。いつもの大召喚、ジョブカードが1枚入っている大召喚に加えて、新ジョブもね、加えられ、竜騎士踊り子、学者も追加されて、しかも、スキルパネルの3シートまで解放ということで、これは絶対欲しいということで、ブースト大召喚を早速引いていきたいと思います。6枚で、大召喚。もうね、ジョブカードの新しいやつが来てほしい。タッチトゥースピン。こい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 。お、どうだ。あ、新しい星3カードもね、アビリティカードも新しいのが、フィロゾーフ。哲学の結晶、土と水のシードを生み出します。土属性全体攻撃、あ、土属性の全体攻撃は持ってない、初めて。いいですね、ブリューヒルデ。あ、かっこいい。なんだろう、火のシードを生み出す、アビリティが火エレメントのみ出現。あ、火のパーティー組むときとかに、火強くしたいときとかにこれを入れると、発動したときに、魔法発動したときに火エレメントがその後出現しやすくのみか、火エレメントだけ出現するんだ。美人さん、あ、モーグリちゃん、かわいい。モーグリ族を代表してサポートするクポン、レイス、一定ターン魔力を上げます。いいですね、かわいいわ。さあ何が来る。お、新しいの来た、アサシン。レンジャー系、あ、レンジャーは持ってるけど新しいやつ、レンジャーより強いかな。 HP は低いがブレイクとクリティカルに特化、敵を窮地に立たせ必殺の一撃を狙う。なるほど、新しいやつが来ました。エレメントは火と水と土か、火と水と土。あ、でも前の使ってたレンジャーは土じゃなくて火と水と風だったんで、レンジャーでね使い分けができそうだなと思います。アサシン、あ、そして、あ、妖精チケット、召喚のおまけ初めて見た。まだね、あの普通エコーちゃんなんですよ。で初めて手に入ったので悩む。かわいい、リゾートエコー、夏だからね、夏だから夏っぽいのにしようかな。あ、これもかわ
いトロピカルエコー。おーサボテンダーにもなるのね。トンベリー、あ、猫パジャマかな。あ、後ろに尻尾がついてて猫パジャマかな、かわいい。あ、サマービーチエコー。おー、なに、サングラスしてちょっとセレブリティな感じでも鼻がついてる。ウキウキエコー。あ、これもかわいいな。ひまわりで麦わら、サボテン、メタルサボテンね。どうしよう、やっぱミキニかなということでトロピカルエコーちゃんにします。仲間にする。わー、やったー。ということで今回は大召喚をしていきました。ちょっとね、新しいジョブはゲットならずだったんですけど、新しくね追加されたやつはゲットならずだったんですけど、レンジャーの新しいジョブが仲間入りして、でしかも新しいエコーちゃんもゲットということで、新しいジョブね使ってみたいんで、ちょっとね学者とかね、竜騎士とかね、踊り子とかね、ちょっと弾きたいな、弾くまで頑張りたいなと思います最後までご視聴いただいた皆さんありがとうございました。気に入っていただけた方はね、チャンネル登録もしてもらえますと嬉しいです。チャンネル登録しますとね、通知が行くので、更新の通知が行くので、ぜひぜひまた次回も見に来てください。浴衣とかね着たりとかね、夏っぽいことね、バーベキューとかね、みんな夏休み楽しんでね。アムちゃんでした。またね、バイバーイ。